はい、せーの、忍者は始まりました。私はゲルドでございます。そしてメちゃんです。お願いします。今日は久しぶりに、はい、タコパするぞ。って言ってもアレルギーでしょ。アレルギーでタコは食べれません。だからタコないんですね、ここに。タコないです。はいはい、今だからタコが入ってるのはこうウーバーで頼んで、はいはいはい、ここで作るのはひろき専用の、ひろき専用タコなしタコ焼き。はい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 、はい、タコなしタコ焼き。もう面白いですね、日本語として。タコパね、結構前にして100個作ってやるぞみたいな。だから今日もちょっと100個ぐらい作って食おうじゃないかと。はいはい、いいですねっていう企画でございます。よかったですからあれ。うん、そうですね。じゃあもう早速腹減ったんで、そしてタコ焼きも買いました。新しく見てください、このカセットボンベの火が出るやつ。これは関西人もにっこりでしょ。これはもうね、もうにっこりです。にんまり。ガスじゃないのってよく言いますもんね。そうだね。うん、もうちゃんと焼けないんじゃないの。これはもうガッツリ焼けると思います。はい、はい、はい。じゃあちょっともう腹減りすぎてもうやばいんで、やばいっすね、作りましょう。肉ちゃま。うおー。おら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 。あ、やっぱでもほんと火力違うわ、もうこの時点で。もうあったかいもん。ちょっと、今回用意したのは、はい。ウィーナー。ウィーナー？お芋さん。お芋さん。で、豆に生姜でしょ。はい、で、お餅。あ、お餅ね。キャベツ。キャベツ。これ何？あ、これツナ。へー。で、まあ、かつお節に、チョコ！チョコ？キャンディチーズ！いいな。チーキムとかね、用意しました。いいじゃないですか。これでちょっと、うわ、もうめちゃくちゃすごい火力。いや、これ、ええやガンガンいけちゃうじゃん。ね、これなんか、これになんか、作り方表みたいなのなかったっけ？いや、なんかあったよね。普通にもこれに入れてパラパラやるだけなんで、じゃあいっちゃいますよ。いくよ、どうぞ。よいしょ。溶いた生地を穴から少し溢れる程度に素早く流し込む。そうですね、これね、だからパンパンにした方がいいんですよね。関西人の俺がやらへんっていうね。なぜかというと俺はタコを食べられへんから、タコ焼きなんかほとんど作ってこなかった。え、家でも作んなかったんですか？家でもね、まあ、そうだな。もう封印されましたね、僕がアレルギー発症してから。へぇー、優しい家庭。そうそうそう。なんかもう説明しちゃったら、ああ、そう、いいね。こんなもんじゃない？いいんじゃないか。でもだから好きなもん入れてくみたいな。うぅー。チョコってうまいんかな？チョコってうまいんかな？あれ、前もチョコ食ったっけ？前チョコ。いや、チョコやばいと思うけどな。うまいかな？チョコ焦げた気がする。はいはいはい。ちょっととりあえずウインナーいっぱい入れていこうぜ。ウインナーゼロ三用だからね。そうそう。じゃあ俺生姜入れていこう。はい。いや、紅生姜とかこれ上からパラパラ系か。そうそうそう。じゃあお餅とかも。お餅とかもいっちゃういっちゃう。うわあ。いいなー。いいなーこれ。キャベツもいっぱい入れた方がいいね。そうだね。うわあ、タコパだー。タコパ久しぶりやなー。好きタコパ。最高やな。家で作るほんとたこ焼き一番ないですよね。よし、これで一旦高火力でね燃やそう。四隅の生地が剥がれるくらいまで焼けたら、竹串で穴ごとに格子状に切り込みを入れよう。そうです、こうですよね。はい、半分だけひっくり返して火力を中火にしろとか。へえ。前回ここに行くまでもめっちゃ時間かかったもんね。確かに確かに。もうだってこう切れるぐらいには燃やる。やばいやばいやばい、うん、頼まなくてもこれで全部済んだもんな。100個ね。ちょっと入ってみよう。ちょっと焼いてくれ。はい。なんかやっちゃう？やっちゃう？ちょっと戻ってくるじゃない。なんだっけ、相席食堂で狩野英孝がむせてたぐらいの量を入れてるっていう。収まんないやつだ、むせが。そうそうそう。シャキ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 
最後に俺揚げ焼きにしたいからさ油ジューってやったらさ関西人怒るんでしょ銀だこだからそれはそう関西じゃない揚げだこにすんなってそっちの方が美味しくないそれもうまい正直え、じゃあそれ待ってそっちの方がうまくない怒られる俺いや、わかんないいい感じっすよいい感じだよいい匂いほらめちゃくちゃいい匂いほらねこれ全部一回ひっくり返したらはい中火にしろ一旦もう2周目にツナ入れようかはいはい、はい、チョコと結構ガンガンいけちゃいそうだからうん、めちゃくちゃ焼けとるやないそう、火力がやっぱ強いから絶対こっちの方がいいわ、マジで買ってよかったねよかったねこれそんな高くなかったよなそう、でも7000円ぐらい7000円ぐらい買ってエンタクをマーク2ですマーク2ですジオン軍みたいな、うん、そんなザクマーク2みたいなすごいなギャルさんが送ってくれたのはマーク1マーク 1! あ、それは進化版だったんだ進化版あった進化進化版進化って俺の姪っ子の違う違う敏感になりそう怖いから全然その話は怖いからやめてくれうわいい匂いじゃ100点だなこれほら関西人はギョロさん、はい、揚げ焼きにすると最後怒るじゃないですかうんどうするギョロさん的には油入れたくないですか何言ってるか分かんないえ油最後やりますかっていう。え、どうぞ。え、怒んないの？全然。何の話？関西人はたこ焼きはその最後揚げ油でやるな。そうなんや。そう。たこ焼きに触れてないですから、ゆりさんたちね。そうだよ。誰よりもあんまりそのこだわりがないんだ。誰よりも。全くないよ。適当に焼いて壊して。早く。そんなことはいいから、うん、どうなの匠はそう、なんかそうか油をバーってかけるのは銀だこっぽい感じのちょっと東京じゃないですけどシティな感じそうシティな感じシティな感じあるかもシティな感じだシティな感じだゲロさんも敵なのがちょっと関西人なの油入れ、ジャブジャブ入れるな油入れた方が美味しいよだからどうですか、ウーバーイーツの方はウーバーイーツ今もう届けてあと10分ぐらいで届く素晴らしいおっとうまいんじゃないですか？これうまそう、もうカリカリになってきましたよ回すのもちょっと職人ちょっと名人になってきたんじゃないですか？ねえ、俺結構うまいっすよどう？え、結構うまくない？いいんじゃん、いいんじゃん、いいんじゃんうわー、ぐわー、腹減ってきたな、おい早く食いてえなこれ食いたいねうわマヨネーズだもうビシャビシャにして食いたいあれあれはあのこれともう一個あったあったあった青のり青のりが出てこなかった青のりが出てこない青さっていうのね関西では結構ね俺は青さって言いますあ本当全国共通だったこれどっち先だったっけ先青さあったかなえそんな先青さそんなあんの一応あるそんな決まりあんのネギ入れの忘れたくぅー毎回次入れようでもやっぱ好きなんですねたこ焼きはめっちゃ好きあ好きなんだから友達んちとかでたこパしたらうーって感じだったはい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 何の具材が一番好きっすかえもうウインナーウインナーぶっちぎりでうまいよあぶっちぎりであとミートボールとか昔入れてたっけなへえミートボールみたいなちっちゃいだってもうたこ焼きの中にまたボールが入ってるわけですねそうそうそうじゃあちょっと油入れていいですかいいよもちろんちょっと油さんをそれでしょそれでねわかんない死んじゃうかもしれないですえ大丈夫俺に任せてなもうほんまに大丈夫こちょっとスプーンとかでとかいっちゃうか大丈夫大丈夫もう俺映ってない怖くて口開いてて青空下げたこれがいいのよあなたなこれほら一気に美味しそうよわあこれは生粋の関西人は嫌がりそうだね確かにこれ怒りそうでしょ確かに怒りそう邪道だと言いそう何してんくれてんだこらとうん今多分30代以上のおじさん怒ってそうだ怒んないでください好きな確かになんか銀だこちょっと敵視してるとこあるかも関西人なんでなの銀だこが一番うまいやこれなんでなの町のたこ焼きの方が安くてでかくてうまいんやって言うてそうえぐいてえぐいてえぐいて
うわー、タコ船に挟んで食うのもうまいよ。あー、なんかあったな。お祭りとかやったらあんねんな。あ、お祭りに？そう、お祭りに行ったら。食べたことないですよね、俺知ってるけど。たこ焼き、タコ船に挟んでたこ焼き。なんかやっぱ特殊な匂いするな、やっぱいつも入れてへんような具材入れてるから。はい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 、はい、チョコケーキ、抹茶焼き団子とかデコチョコケーキとかある。これ、あー、もうそのなんていうの、生地自体がもうアレンジされてるってこと。そう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 、ホットケーキミックスを入れて焼くみたいな。へー、いいかも。お、面白いこと思いつきますね。今度サブちゃんとかでやってもいいかもね。デコチョコケーキカリッカリになってきたちゃうか。こんなもん、もう食えそうで。ちょっといいかな。なんかこう、いやもうこの間さーとかながらこう、あーなんかね、もうぐる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 回しながら片手間に回しちゃうよみたいな。うわ、ほんとカリッカリなっとる。うわ、これいい具合じゃない、マジで。一番めちゃくちゃいい具合だよ。うぅ、あ、やっぱこの辺はちょっとあれなんだな。ちょっとなんかなんつうの、焼け方が、はいはいはい、これこう下にしたい。よいしょ、素晴らしい。はいはいはい、いいんじゃねえか。あ、もうやります、大丈夫ですよ。はい、めちゃくちゃええやんかいさー。ええやんかいさー。ええやんかいさー。あんま作んないんすか。いや全然やらないもん。もう俺だってこの間肉ちょもぶり、はい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 、あ、こいつなんかあれだな、ちょっと特殊な、うん、だからこの辺がなんか怪しいね。なんか色とかも怪しい。ほら、この子がちょっと特別、うん、まあでも難しいんだね。火通ってるから最高最高最高。じゃあもうかけちゃいますよ、これ。うん、青さから。はい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 、ソース次。たまちゃんどう。最初ソースか。最初ソースか。全然わかんねえな。僕がやったプチプチお店地では。プチプチお店。ちょっと待って、お前もね。何それなんだ。何それ。たまごっちのプチプチお店地では。なんだよそれ。たまごっちの、はい、あ、そういうのがあるんや。BS のゲーム。そんなん信じダメだよ。めっちゃおもろいゲームやってる。それでは先にソースですね。ああ、なるほど。プチプチお店地でやってんだから。結構ガツリかけちゃいますよ。はい。うわーうわー、青のり、ソース、マヨネーズ、かつお節。マヨネーズ、マヨネーズ次いきますよ。お願いします。うまそうに、ソースかけるじゃない。うわー、もうゲボうまそう、マジで。食べ物のうまい。一番ダメっす、そんなの。ゲボうまそう。うわー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 、分かってらっしゃる。うーい、天かそうね。いや、かつお節です。あ、ちょちょちょ、ガチガチ。うわ、たこ焼き届いた。来た来た来た。ちょうどええやん、もう最高やん。踊ってますね、今日も。かつお節が、ほんまにこいつら好きやな、ほんまに。本当にこんだけ好きやねん。最高。え、マジ超神じゃね。神んごよ。神んごね。神んご。わー、これに移し替える作業があるんですね。みんなでやるか。肉ちゃま。というわけで、たこ焼きの準備ができました。万歳。じゃあ食べますか。これ幸せな風景。いいですね、はい。やっぱり何度味わってもこのたこ焼き、たこパは最高ですね。最高でございますよ。ということで、もう早速いきましょうか。はい。じゃあ手を合わせてください。いただきます。いただきます。好きなのめいちゃん言ってよ。人はちょっと自分らで作ったやつ、作ったやついきましょうよ、はい、くー、いただきます。いただきます。うんー、美味しい。うまっ。なんかふわふわ、完璧ですね。真ん中らへんっけ、この辺が一番。うまいっすよね。ちょっと私買ったハマちゃん食べちゃいますよ。普通そうなやつ。ああ、うまい。よし。うんま。お店の方がやっぱ水みたいな生地っていうかトロトロしてる。あ、ほんと。うん。うまいね。タコパはいいね。いいね。
タコパしてる女子の中に入りたいわ。ん？どういうことですか？いや、うまいね。まあまあまあ、まあ、忘れよ忘れよ。怖い発言がある。女の子みんな、ゲロさん一人男？タコパしてる女の子の人格に入りたい。怖い。そこに行くんじゃなくて乗っ取るってこと。タコパしてる女の子の人格を乗っ取りたい。怖い、ねえってやりたい。大体そういう時エグいこと話してますからね。なんだその偏見は。例えば、え、例えば、ダメです。はい、ダメです。女子ってそうなの。女子って最低。そんなことないよな。お茶合うね。なんかすっきりする。一回リセットされる。この揚げたこ焼き、私食べるの初めて。うん、うまい。たこ焼きを揚げた感じ。まんまやな。うん、うまっ。これ俺の食べ。たまちゃんとたくみ食べたいんじゃないの。食べたい、どうしよっかな。いくら持ってる。じゃあいい。なんでよ。お金取るならいい。じゃあお金取るとは言ってないよ。いくら持ってんの。じゃあ質問変えろ。はい、いくら貯金ある。言いたくない。もっと言えない。人にはあんま言うもんじゃない。そうかそうか。ギャロさんいくらあるんですか。お前うまくなったな。食べていいぞ。食べちゃう。いただきます。食べちゃう。マヨネーズ、天かす、ね、ネギみたいな。もうそれにディップして食えと。マジうめえ。作ったら作っていいですか。もちろんもちろん。うわ、こんな、こんな悪魔的。うディップうまうまディップディップ。なんかこれ、じゃがいも入ってんのかな。なんやろこれ。さつまいもこっちに入ってましたよ。ああ、そうや。なるほどね。そういうことね。タコパ幸せやな。ごめんなさい、ちょっとペヤング作っていいですか。ええけど。ペヤングタコ焼き。ええけど俺にもちょうだいな。俺は待とう。絶対うまいと思うんだよね。うまいと思う。粉もんと一緒に食べるタコ焼きが。粉ね、もう、いや、あ、いいね。いいじゃないのこれ。米とかも欲しいね、もう、もはや。いや確かに。いや、よく食ってた米でおかずになるね。たこ焼きね、うん、お好み焼きとかもね、普通に食えるよな。最高なんですよね。ちょっとごめんなさいね、これね。してふっ。どうですか。うまい。イカスミ。あ、イカスミガーリック。なるやん。うまっ。イカスミガーリックたこ焼き。精神がぐちゃぐちゃになっちゃいそうなぐらいうまい。お前使い方間違えてるの。絶対違うと思う。え、発禁になるんじゃん。発売禁止でしょ。発禁、発禁でしょ。いやもうこれダメダメダメ。徐々出てる。これいいな、食べたいな。イカスミなんてもうダブルパンチダメだわ。たくみ食べてみて。まあいいっすか。たまちゃん食べてみな。これこれが世界でたこ焼きになったら多分一番うまい。結構邪道な気はしますけど。みたいな。どうぞどうぞ。超うまいんだ。最高、最高にうまいね。合うんだ。うん、おいしい。うまい、うまい、おいしい。うまいな。さあそしてペヤングが来ました。うわー、うわー、ごめんなさいお母さん、ごめんなさい。あー、ごめんなさいお母さん。ごめんなさい。こうしてね、こうして、こうして、うわうわうわ、こうすんので、それおは、おやすみ。うわー、わる、これ悪いぜ。わる、え、いいっすか。もちろん。いっちゃいます。うまい。
んなにそんなにこうしておやすみってしてこうしてそうそう寝かせてあげるんです寝かせてあげてこうやっておやすみって言ってあげてこうしてようわ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 インディ・ジョーンズじゃんパーパラッパーパーパラいただきますこれやばくない？うめーこれねえもう見つけちゃったよ黙っちゃううますぎて黙っちゃうそういうこと信じられない信じられないこれお前単品でもいっちゃう単品でもいっちゃうねえ、たこ焼きマジで合う肉ちゃま産み合いの生まれ変わったらたこ焼きになりたいたこパッツキイチでしたいな次はちょっと酒欲しいんだよ入りき入りきいな一杯だったら許されるかな何だかのバーベキューの時何杯か飲んでたわ師匠別になかったっすねバーベキュー楽しかったね楽しかったなマジでどうする海外旅行行くってのは どうする行くみんなで行く行くってやったたまちゃんどこ行きたいあ僕も行けるですかこれ分からん分かんない予算があるから分かんないけどたまちゃんが行けるとしたらどこ行きたいどこかなでもちょっと常夏な南国のとこに行ってみる南国いやちょっとハワイは高いよ今ハワイはとんでもなく高いよ今ガムグアムのことガムっていうタイプの人だガム行くうちのばあちゃんとかガムって言ってたガム行くガムか伊豆西伊豆近いね西伊豆は全然常夏じゃないよ激寒激寒なんかみんなで行くんだったらもうそれこそグアムとか、うん、サイパンサイパンも いいっすよね、サイパンもうわーなこれあなんこれ出てきたどうしたんですかなんこれえあ、出たなんこれたこ焼きなんこれ出たいなんこれ出たいあいどうすか？なこれ！死んじゃう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 なこれ！なこれ！なこれ！顔が紫色なこれ！なこれ！なこれ！何してんの？なこれ！これ何？これ何？これ何？いやいやいやペヤング？わさび？なんこれ顔の色もやばいヒヨさんグアムやったらさでもグアムやったらやっぱりちょっと待ってやっぱあんま大人数でやると顔どうなってんのだから本当にこうまあね楽しくねやっぱ思い出どうしたらねあれなんかやったなんか入れたこれちょっとダメだよその待って許容量ってあるよなんか俺泣いてないなんか泣いてますねターミネーター2の T 線みたいな光沢がってなってる光沢がちょっとなんかびっくりしたよなんか入ってましたなんかやったえなんかやってくれたのちょっと待っていつ入れた待って焼いてたよ一緒にんというわけでたこ焼きの中にわさび入ってるドッキリやったねおわさびおわさびいやこうなってくるとやっぱねどのメンバーでねグアム行くか楽しみだよね俺いない俺いないやっぱりだからたまちゃんいいんだなこれよし
たまちゃんインのめいちゃんアウト。アウト？アウト。めいちゃんだズーム。ズーム。ズームが。これ背景があの常夏のあれになってる。いやこれやってくれたね。だからゲームさん辛いの苦手って言ってたから、わさびはまたちょっと違う。違うの、そういうことじゃないの。これ食べれ好きかなーと思って。違うの、そんなに変なのいっぱい食べたら泣いちゃう。おじさんね。わさびとかいっぱい食べたら泣いちゃうの。そしてその後に怒りが湧き起こって復讐をしたからこれで人間変わっていくんだ。復讐したくなるんだ。これ食べなくていいんですか。食べるよこれ。はい、一回ちょっと、はいはい、だよ、だよ、だよ。あ、そう、はい、じゃあいただきますね。はい、こちらのたこ焼きいただきます。おいしい。何も入ってないドッキリ。何これ。嬉しい。よし、たまちゃん一泊延期。延泊。やった、うん、なんで、うん、いいじゃん、俺いいお来ないしたよ。どんどんたまちゃんのなんでだよ。グラム旅行は豪華なんだよ。それも食べます。え、どれ。もう一泊したいね。これちょっと、え、じゃあ俺食べます。これだな。本当にこれだな。そうですよ。いただきます。え、どう？どうした？なんこれ？何？え？何入ってんの？灯油入ってる。やってない、やってない。灯油。俺わからんからどういうこと？俺わからんからどういうこと？灯油入ってる。めちゃくちゃ怖いよ。ここに灯油入ってる。死んじゃう。よし、たまちゃんキャンセル。なんなんそれ。待って、今日は何？ドッキリのやん。プチドッキリの日。プチじゃねえ。そう、よし、よし、じゃあ、はい、ね、じゃあちょっと向こう向いて。はい。たまちゃんバレないうちに持ってきて、わさび。向こうってさ、向こう向いてて。向こうってもう向こう向いてて。今冷蔵庫、冷蔵庫が見えたか。ずっと見えてんだよ、ね。そんなことない、そんなことない。た、う、ま、んうん、ちゃんがわさび取ったとこまでは見えてた。大丈夫。こっちにはあるんですか今。あるある。あるんですか。うん。ちょっと待ってな、もうちょっと向こう向いてるよ。はい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 。いや、グラム行きたいっすよね。ちょっとよし、こっち向いていいよ。じゃあこれ食べてほしい。これね、これ普通のたこ焼きなんだけど、はい、これちょっと食べてみて。え、いいんすか最後にこういただいて。いや、いいよ。いいんすか。いいよ。これ青さかな。そうそう、緑色のさ、うん、まあ、青さっていうかわさびっていうかだから、はい、まあ、ちょっと食べてみよう。はい、いいんすか。いただきます。はい、どうぞ。いただきます。どうぞ。さあ、ということで本日の動画はいかがだったでしょうか。皆様、本日はたこ焼き、うわぁ、男子みんなでたこパで盛り上がろうという動画でございました。皆様どうでしょうか。何か教訓を得れましたか。そうです、憎しみは何も生まないです。皆さんいいですか。無益な争いはやめましょう。いいですか。神はそこにいます。信じましょう。そうですよね、めいちゃん。ごめんなさいわ。ごめんなさい。顔本当に今まで見たどんなパープルマンよりパープルマンでした。じゃあ次からちょっとわさびグーってやってから撮るか。パープルマン出るとき。めっちゃ伏せながら出ることになってる。うわーって出る可能性ある。